こんにちは、みぽりんです。今日はこのキャンドルスタンドに、寄せ植えをしていこうと思いますので、最後までどうぞご視聴お願いいたします。ちょっとご近所さんがちょっとすぐ隣なので、音声というかアフレコで申し訳ありませんが、ちょっとタジタジになりますが、はい、すいません、お聞きください。一応用意したセダムとちょっと多肉さんたちを詰めていきたいと思います。このキャンドルスタンドはずっと前に娘ちゃんからもう使わないからって言ってもらったものなんですけど、なかなかちょっと私も使い道がなく、ずっと置いといたものなんですけど、ふとちょっとこれ寄せ植えに使えるんじゃねってこうきらめいてしまい、水というか土が流れないようにすれば水は出ていくので、ちょっとここにヤシファイバーを詰めてちょっとチャレンジしてみます。こんな感じでまだ隙間はあるんですけど、ちょっと微調整しながらやっていこうと思います。底石を、入れていきます。水はけがすごくいいと思うので、そんなに入れずに、あとは培養土と鹿沼土と赤玉をちょっとミックスした水持ちがいい土を配合して入れていきます。高さがあるのでとても見づらくてすみません。こんな感じで、はい、じゃちょっとアングルを変えて撮ってみたい見ました。思った以上にちょっと口の部分が狭くなってしまったので、もりもりになる想像をしながら作ってるので、あまり最初から入れないようにしています。これ細葉万年草だったような気がしますね。この子がちょっともりもり育ってくれると、鉢からももりっと出ていい感じになるんじゃないかなと想像してます。あとは姫秋麗を小さいのがあったので、それをアクセントに入れていってます。でまた土を入れ、トントンしてちょっと下に土をポッとしていきます。で次にこの子も多分去年の秋にカット苗をして、だいぶ根がついたので、この子もちょっとアクセントで入れていきます。この子はもう外でもう野ざらしでもガンガン育っていくので、セダムと一緒に置いても問題ないかなと思ってます。やっとうちの植物たちも環境に慣れてきてくれたので、とてもありがたいです。で最後にちょっともう一種類セダムをミックスしたいなと思い見つけてきました。この子もちょっと可愛いですね。で
ません、名前がなんとも今わからず、もし気になる方がいましたらコメントいただければお調べします。相手はこういう感じで、ちょっと少しぎゅうぎゅう目に詰めて、でこの動画の方には載ってないんですけど、最後にグリーネとルビーネックレスをサイドにちょこんと刺してみました。これもまあ1ヶ月ぐらい経てばきっといい感じで育ってくれるんじゃないかなと、またお世話しながら見守っていきたいと思います。こんな感じでいろいろお家で育てたセダムや多肉さんたち、あとはハーブですね、そういったものを、皆さんといろんな形でシェアしていけたら嬉しいなと思ってます。あとお料理の方もヘルシーなメニューとか、自分ももうアラフィフに近い年齢なので、ヘルシーメニューを何か動画でアップできたらいいかなと思ってますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとさつきさんとめいちゃんもおまけ動画にあげたいと思ってます。はい、こんな感じでできました。でこちらは、最後になるんですけど、1月に購入した福だるまがもうちょっと大きくな育ってきてしまったので、こちらもちょっと鉢の方に植え替えをして終わりたいと思います。可愛いですよね、ぷくぷくしてて。私はもう今年の春は苗を買わずに、去年からのお世話したものと、あとは挿し木、ハーブの挿し木とか庭木の方の挿し木などをして、ちょっと違った形で増やしていきながら、今あるものをちゃんとお世話していけるようなスタイルにしていこうと思ってます。なので購入品とか多分ないかもしれないですけど、もし増やし方が気になる方とかいましたら、ぜひシェアしていただけたら嬉しいです。あまりちょっと私増えちゃうと、自分があんまりそんなに器用なものじゃないので、ダメにしてしまう植物がいるととてもかわいそうになってしまうので、今年の春は今あるものでお世話をして、梅雨と夏そして秋になるまでしっかりみんな無事に過ごせるような環境を整えていくことに力を注ぎたいと思っておりますので、どうぞ温かい目でお守りください。こんな感じで、あとリメ缶やリメ鉢は随時作って何か新作ができたらアップしていきたいと思います。